ビアチェスラフ・スタルシノフは、ソビエト連邦のアイスホッケー選手。モスクワで生まれた、彼は1957年に HC スパルタク、モスクワに加入して1972年に現役を一度、引退した。この間ソビエト選手権で1967年に47ゴール、1968年に46ゴールを、上げて、得点王となり、チームも1962年、 1967年、1969年と優勝を果たした。現役を引退後2シーズン、スパルタクモスクワのヘッドコーチを務めたが1975年現役に復帰、1976年、日本の王子製紙に入団しその年の得点王、アシスト王となり、ベスト6にも選ばれた。王子製紙では3シーズンプレーし、1978年に、 スパルタクモスクワに復帰し1979年現役を引退した。スパルタクモスクワでは540試合に出場し405得点を挙げた。ソビエト連邦代表として13シーズンプレイし182試合に出場149得点を挙げた。アイスホッケー世界選手権での1963年から1971年までの7連覇、1964年の インスブルックオリンピック、1968年のグルノーブルオリンピックでの金メダルに貢献した。1972年に行われたカナダ代表とのサミットシリーズにも一試合出場している。ソビエト連邦が誇る偉大なセンターであり、ボリス・ミハイロフに破られるまで得点記録を持っていた。彼とエフケニー・マヨロフ、ボリス・マヨロフで形成されるラインは有名でゴールを量産した。 クラブやソビエト連邦代表で彼はチームリーダーとしてチームメイトの尊敬を受け続けた。1963年にソビエト連邦アイスホッケースポーツマスターとなり、2007年には国際アイスホッケー連盟の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。